本店の秋葉です。モデルさんは大谷さんで、今回のテーマはスイートガールというテーマにしてやったんですけど、普段は可愛らしい、お姫様のような感じのスタイルが多くて、結構今日よりもがっつり巻くようなスタイルが多いので、今回はちょっと大人っぽく見せたかったので、普段よりも緩いスタイル巻いてやってみました。で、全体は、キャラメルブラウン10トーンの色で全体的にデザインカラーを入れることによって、立体的に見せ動きが出るように作りました。で、鉢下にはローライトが入っていて、上にはカスケーティング、ローライトとハイライトのカスケーティングが入っています。後ろはそんなに最近は巻いてる人が少ないので、ゆるく毛先だけちょっと外に巻かせていただきました。で、スタイルのアドバイスとしては、普通のデジタルパーマでなくパーマをかけていただいて、で乾かして、カールが欲しいところ、足りないなって思ったところにコテで自分で巻いてもらえれば簡単にできると思います。で、仕上げは、ソフトワックスで毛先に束を作りながら、ツヤを出したいので、ツヤ出しスプレーとかを出すと、よりハイライトとローライト、あとカスケーティングが強調されて綺麗に見えると思います。